はい、フィーの藤井です。今からメルマガのね、エキスパのメルマガの、メルマガを作る工程について解説していきたいと思います。まずエキスパにログインをすると、まずこの画面になるので、メール配信というボタンを押していただいて、でこういう感じで、まあ、これは今の僕のメルマガなんですけど、新しくメルマガを作るときに、この左上のここですね、メルマガ作成っていうのを押していただいて、メルマガ名と、まあ、管理用と入れていただければいいんですけど、まずここのメルマガ名のところにコンセプトを入れてほしいので、例えば今適当に作ったのはですね、バカ真面目サラリーマンでも月収50万円のマルチ所得構築メルマガっていう、仮に、まあ、メルマガ名にするときは、ここにこれを入れて、で、まあ、管理用ですけど、まあ、同じでいいかなと思います。で、送信者メールアドレスっていうのは、まあ、エキスパのね、スタンドの、まあ、基本、アドレスでいいかなと思います。で、大事なのは、この送信者名っていうところが大事でして、結局、皆さん、メールマガジンを将来的にやっていく上で、例えば、Gmail。ね。Gmail とかだったら、この中で勝負していくわけですよ。で、配信名って、例えば FP 富士ってなってますけど、ここが出て、送信者名入ってきますね。もっと言うと、Yahoo とかだったら、皆さん、メールアドレスの中で戦わなきゃいけないので、ここに誰から購入者、送られてきたかっていうのと、この件名、タイトルなんで、このタイトルもすごく大事です。昨日これ、先日いらしてたリノア先生ですね。マヤ歴で波乗り、リノアって書いてありますよね。これ書いてあることによって、なんか、何のソリューション解決してくれる人なのかなっていうのと、まあ、リノアって出てるので、この今後作っていくメールマガジンのタイトルがここに出るので、要は、ここの、受信ボックスの中で、いろいろと、この他のライバルとしてね、特に強力な、あなたよりも、非常に強力なライバルと戦っていかなきゃいけないので、送信者名ってのとっても大事になります。結構インパクトがね、あった方がいいのかなと思うんで、例えばこのメールマガジンの名前はバカ真面目なので、バカ真面目ってここに打っておくと、バカ真面目富士で送信されますよと。で、作成ボタンを押すと、するとメールマガジン作成完了しましたっていうのがあるので、このメールのとこを見ると、ほら、これできてますよね、という感じで作っていただけたらと思います。作り方はね、具体的な配信の仕方はまた別の動画でお送りします。